アルタウインドエナジーセンターは、アメリカ合衆国カリフォルニア州カーン郡のテハチャピ、産地のテハチャピ峠に存在する集合型風力発電所。2013年の時点で、世界最大の発電容量を持つ風力発電所だった。2019年段階では、中国の主戦とインドのジャイサルメールに次いで、第3位である。合計の設備容量は、約1550メガワットに上る。 計画は1970年代から80年代にかけて最初に導入された集合型風力発電所であるテハチャピ峠発電等群の近隣に建設され現代の風力プロジェクトの規模と範囲の拡大を示す強力な例になっているサザンカリフォルニアエジソン社はアルタ発電所で発電される電力やテハチャピ地域に建設される 新しい発電機からの電力最大1500メガワットの25年のバイデン契約に合意した。この計画は、道路上の車44万6000台を取り除く、ことに値する520万トンの CO2 排出を減らすとされる。合計3000メガワットが計画されている。開発は2010年7月にシティバンク、バークレーズ投資銀行、クレディ、 スイスなどのパートナーと12億 US ドルの融資契約を結んだテラジェンパワーが言った。その後いくらか遅れて第一期工事は2010年に始まった。さらなる拡張のために2012年に6億5000万 US ドルが確保されている。アルタウィンドエナジーセンターの建設によって3000人を超える製造、建設、維持などの雇用の発生や地元経済に10億 US ドル。 以上寄与することなどが期待されている。もともとは、アルタオーククリークもハーベ計画とされ、36平方キロメートルの敷地に320機の風力、発電機を建てて800メガワットの電力を作る計画で、テラジェント契約下にあった、オーククリークエネルギーシステムズが行う予定であったが、計画の実行は、最終的にテラジェンに移行した。この計画が、 アルタレウィンドエネルギーセンターの参加の最初の開発になった。アルタオーククリークモハーベ計画は、オークがオーククリーク街道の南方に位置し、モハーベの修道14号線の数マイル西を東の支端として、オーククリーク街道に沿って、テハチャピロスプリングス街道の西側まで続いている。アメリカ風力エネルギー協会によると、初期の計画として、 アルタ I では 1.5MW の発電機100機の合計 150MW、アルタ2では 3MW の発電機50機の合計 150MW が2010年秋に完成した。その後、アルタ3で 3MW 発電機50機の合計 150MW、アルタ4で 3MW 発電機34機の合計 102MW、 アルタ V で 3MW 発電機56機の合計 168MW の3つの工事を行い、これらは2011年第二四半期に完成した。アルタ6とアルタ8はどちらも 3MW 発電機50機の合計 150MW の計画であり、アルタ8は2011年末、アルタ6は2012年初めに完成した。 アルタ7は 3MW 発電機56機の合計 168MW、アルタ9は 3MW 発電機44機の合計 134MW の計画であり、2012年12月に完成した。これによって発電容量は 1320MW に向上した。なお、アルタ7とアルタ9は後にそれぞれビニオン、パインズウィンドアイ、 ピニョンパインズウィンド2に改明されている。138メガワットのアルタ X と90メガワットのアルタクシーが2014年に稼働を開始し、発電容量は1520メガワットに達した。180メガワットのアルタサーティンの完成は2019年に予定される。ありがとうございます。